ノボロシースクは、ソビート連邦海軍で1982年から1993年まで運用された通常動力型の重航空巡洋艦、または航空母艦。検管された順では、キエフ級航空母艦の3番艦である。この艦は敵への攻撃の際に、主に艦艦に搭載されたミサイルを使用する誘導ミサイル巡洋艦として働き、また同時に艦載機軍により、対戦。 対艦支援を行うように設計された。キエフ急行空母艦の3番艦として建管されたが、大規模に仕様を変更したため改めキエフ級とも呼ばれ、キエフミンスクが1143型なのに対して1143.3型とされている。艦名はロシア共和国南部の国会に面する港湾都市でソ連時代に英雄都市になったノボロシースクに由来する。もともとは 官名として、ソ連の構成国の一つアゼルバイジャンの首都に由来する、バクーが予定されていたが、ブレジネフ書記長が、第二次世界大戦時に、ノボロシースク防衛戦に参加していたことから、クレチコ国防大臣の提案により変更された。キエフ級前に艦からの改修は大幅で、内部設計の40%が変更された。技術設計局の改修案では、搭載機数の30機への増加。 魚雷発射艦の廃止、新型ソナーの搭載が盛り込まれ、また、対空兵装も新型に変更されることになった。さらに、海軍不標と、その運搬ヘリコプターの搭載も考慮され、兵員輸送のためのヘリコプター未マイナス6が搭載される予定だった。海軍不標90名の居住空間は、魚雷発射艦を撤去してできたスペースを当て、 さらに格納庫もその魚雷発射管後の空間をもって拡大された。搭載機数の増加に伴って航空燃料の搭載量もおよそ5割増の1650トンに増やされた。関西機は通常では約マイナス38が16機、対戦ヘリコプター8機、急難ヘリコプター2機の26機だが、対戦専用では 対戦ヘリコプター34機と、急難ヘリコプター2機、強化型編成では、約マイナス38が14機と、約マイナス 38U2 機、対戦ヘリコプター16機、急難ヘリコプター2機、対艦ミサイルのターゲティング用ヘリコプター2機の、三3 6機が運用可能となった。また、将来的に、新型艦載機である約マイナス141を、 搭載することを見込んで、飛行艦班の耐熱処理やブラストディフレクターの装備が行われた。対空兵装も更新されることとなり、艦対空ミサイルは SAN-4 の代わりに SAN-9、CIWS は AK-630M30mm の代わりに、ミサイル基準ハイブリッド CIWS である数 N-1 が搭載される予定だった。 そのため、対艦ミサイル SSN-12 の予備弾装は廃止された。しかし金ジャルコル蓄量者と元時は未完成だったため、AK-630M が改めて搭載された。しかし SAN-4 はつなぎとしても搭載されず、近接防空ミサイルは搭載されないままだった。ノボロシースクは1975年9月30日に、 現ウクライナのムイコラアーユーにある旧ソ連のジェルノモルスク造船所で寄港され、1978年12月24日、浸水、1982年9月12日に収益し、1993年6月に退役した。キエフ級の3番艦として太平洋艦隊で任務に就いた。1983年5月、ノボロシースクはセバストポリを出港したが、 はじめに向かったのは太平洋ではなく北方艦隊がいるセベロモルスク基地だった。その途中アメリカ海軍第6艦隊を偵察、追跡したり、逆にアメリカ軍艦艇や航空機に追尾されたりした。セベロモルスク基地に到着すると北方艦隊やソ連海軍の演習に参加した。1983年10月、他の随伴艦と共に、 セベロモルスク基地を出港、アフリカやインドの港に寄港しつつ1984年2月に太平洋艦隊の基地に到着した。航海中の艦載機飛行回数は600回を超え、うち120回は短距離発艦だった。1985年3月、ノボロシースクと護衛の艦隊は、千島列島から日本海を抜けて沖縄南方へ向かい、 その後東に向かい太平洋を公開した。およそ8日後、新道を千島列島に向けて北西に転進し、ソ連に対する敵空母艦隊の攻撃を模倣した。ノボロシースクが日本の東線1 0 0トルまで近づくと、つマイナス95爆撃機が偵察のため、艦隊近辺に飛来し、およそ20機ほどのつマイナス 22M3 爆撃機へ目標を指示し、爆撃機による 対艦ミサイル発射という戦略訓練を行った。アメリカ海軍によるノボロシースク訓練の記録では艦隊は4月14日に日本の東方1 1 2 0キロメートルの海域で空爆とおそらくは潜水艦による魚雷並びに巡航ミサイルの模擬攻撃を受けた。所持しているすべての潜水艦と航空機を持って彼らはこれに当たったと記している。 1988年5月、太平洋艦隊司令が乗ったノボロシースクは、北朝鮮の元山に寄港した。司令官は、金総初期とピョンヤンで会見し、北朝鮮軍の上級将校もノボロシースクを見学した。ノボロシースクは1991年のソビエト連邦の崩壊後に、予備役に編入され、1993年1月に、帰還室に、 深刻な火災を被ったことを契機に除籍が決定した。1996年にノボロシースクの船体は431万4000 u s ドルで、韓国の替え玉会社にスクラップとして売却され、1997年に北港で解体された。ありがとうございます。